韓国空軍ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A タイプの導入を進め40機を保有しているよ。ただ、アメリカと敵対するイランの国営放送であるイランイスラム共和国放送が開設したニュースサイト、ファーズトゥデイが2022年10月8日に配信した記事によれば、韓国の与党議員が韓国政府に対して、アメリカから購入した F-35 戦闘機において過去18ヶ月で234件の技術的欠陥が見つかったとして批判したと報じたぜ。今回はそんな韓国が F-35 戦闘機の欠陥を指摘した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、パーズトゥデイはさらに、この議員が与党である国民の力の新温宿議員であることを明らかにして、同議員が取材に対し、韓国空軍の F-35 戦闘機は172回の緊急着陸を余儀なくされたほか、技術的問題により飛行が不可能となる状態を62回も起こしていると述べたとして、韓国では去る5月に、F-35 戦闘機の操縦席に技術的欠陥が発見されたことを受け飛行が一旦全面禁止されました。また、世界各国でも同型機の墜落事故や欠陥が相次いで報告されたため、韓国与党幹部が韓国政府はこの戦闘機の機能に失望していると述べたと結び、審議員が2021年の1年間において韓国空軍の F-35 戦闘機は、月平均わずか12日間しか飛行しておらず、2022年上半期もわずか11日間だけだったと述べたとも報じたよ。パーズトゥデイがイランのメディアであることから考えて、この記事の信憑性は疑わしいところではあるものの、韓国空軍の F-35 には様々な問題が発生していることは事実だね。2022年1月4日、韓国空軍の F-35A が訓練飛行を実施していたところ、1機に操縦電子系統の異常が発生して3機の降着装置車輪すべてが作動しなくなり、中西南道蘇山市にある韓国最大の空軍基地である瑞山戦闘飛行場にて胴体着陸を試みたんだ。胴体着陸時の火災発生を防ぐために F-35 は搭載していた燃料をすべて投棄し、地上の滑走路には飛行場の消防車によって特殊な発泡性の消火剤が撒かれて極力摩擦を防ぐ措置が施され、そこに F-35A が胴体着陸を敢行して無事に着陸を果たしたぜ。韓国空軍はパイロットには怪我などがなかったことを明らかにし、また胴体着陸後の F-35 機体については外観からは大きな損傷が見られないとして、同空軍のパイロットの技量の高さと発泡性消火剤による摩擦軽減措置を施した基地消防隊の迅速かつ、正確な措置のおかげであると自画自賛の発表をしたな。その上で韓国空軍は、今回の降着装置の故障について、F-35 の事故としては初めてのケースであるため製造元であるアメリカのロッキード・マーティン社の協力を仰ぎ原因を調査するとして、それまでは国内における F-35 の飛行を停止するとしたため、韓国与党議員が指摘したように同空軍における F-35 の飛行時間が少なくなったものとみられているらしい。この事故の原因については後日、バードストライクが原因であることが明らかにされていて、体重 10kg の大きなワシが F-35 のエアインテーク付近に衝突してその衝撃によってアビオニクスに異常が発生したことによって、3機の降着装置の作動異常だけでなく、通信装置や酸素発生装置などの機能が停止したためであることが分かったよ。このことについて2023年5月29日、韓国のメディアはバードストライクにより破損した F-35 機体について、損傷具合を精密検査した結果、この機体は胴体と主翼のみならず機体構造体やエンジンがひどく歪んでしまっていると判明され、修理にかかる費用について製造元のロッキード・マーティンからは1100億ウォン約116億円かかると通知してきたと報じたんだ。この修理費用の金額については新規で1機を調達する費用とほとんど同額に近いものであり、韓国側からはこの機体を修理せずそのまま廃棄処分として訓練用機材として残すか、あるいはパーツを韓国得意の共食い整備に充てるなどが検討されているというね。
韓国の共食い整備は F-35 だけに止まらず F-15 系などの他の戦闘機や航空機においても広く実施されていることは知られているんだけど、実は韓国には F-35 の運用においてそうせざるを得ない理由があるみたい。F-35 の修理やメンテナンス、特に胴体下部のステルス塗装などは、アメリカ軍の極秘事項であるために、アメリカが指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないとされ、その MRO&U は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の3カ所しか設置されていないな。韓国に最も近いのは日本の愛知県小牧にある三菱重工に設けられた MRO&U であるが、近年において反日政策を掲げるムンジェイン政権になってからというもの、その露骨な反日姿勢によってそれまで両国政府によって話し合いですでに解決済みであった徴用工問題を蒸し返され、また韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係が悪化していることもあり、韓国政府は空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否しているぜ。そのため胴体着陸で損傷した機体を機械日本で修理することができず、同じく整備拠点のあるオーストラリアのウィリアムズタウンまで運ぶかアメリカ本国のフォートワースまで運ばなければならず、膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。他国の空軍であれば育成に費用と時間がかかるパイロットの生命を守るため、降着装置が出ないとなればベイルアウトを指示して脱出させると思われるけど、韓国空軍は自国パイロットの生命を失う可能性が高い危険な胴体着陸を指示してでも1000億ウォン以上する高価な機体を失うことを恐れたとされ、その結果として機体の損傷度合いによって結局のところ新規で1機を発注できるほどの修理代を必要とすることになったんだよね。今回のイランのメディアによる F-35 の欠陥を訴求する報道は、韓国側が F-35 の事故機体の欠陥が原因であることにして、自国空軍に責任はないとのアピールを行って少しでも修理費用を軽減したいとの思惑があるのではないかとの見方も出ているみたい。2006年に F-15 系の墜落事故が発生した際に、F-15 系の製造元であるボーイング社が、ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。これについてはボーイングが事故の責任を自社にあると認めたのではないかとの憶測が流れ、これについては明らかにはされていないものの、韓国は F-35 について現有の40機の他にさらに20機を購入する予定としていることから、ロッキード・マーティン側の責任を主張して柳の下の2匹目の土壌を狙ったのではないかとの見方をする向きもあるな。また韓国では2022年5月、強硬に反日政策を推し進めてきたアヤザイトラ政権から日本との協力体制構築を目指すタダ・スズエツ政権への交代があり、それまでの国を挙げての反日から180度転換して親日に方針が変わったとされ、2023年5月に実施されたアメリカや自衛隊などとの多国間演習イースタンエンデバー23に参加した。海上自衛隊護衛艦浜切が釜山港に停泊した際、これまでは旧日本軍が使用した旭日機と同じだとして韓国国内で形容することを固くなに反対してきた自衛艦旗を掲げたことについて、国際的な慣例なので問題視しないとして、韓国メディアもそのことを日韓関係が改善する流れと報じるなど変化が見られているぜ。そのようなこともあり損傷した F-35 の修理がアメリカまで運ばずとも日本で実施する可能性があるとの見方が出始めていた中、アメリカ国防総省は世界で F-35 の導入機数が増え続けていることから、MRO&U 機能をさらに展開させて運用各国の部品入手性と稼働率を高めるとして、これまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも修理体制を整備することを明らかにし、2025年以降はインド太平洋地域では韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えがあることを示し、
韓国空軍が F-35 を自国で修理できる可能性が生じているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。韓国空軍、訓練中の戦闘機 F-35A の事故の原因が発表され、何か隠しているような言い訳のような疑問の残る原因となったね。戦闘機 F-35A の定期的なメンテナンスは言っていたのか、アジアの整備拠点である日本での整備を拒否して、なぜ経費をかけてまでわざわざ遠いオーストラリアまで持っていくのか、今後、事故機を修理するのか、気になるところばかりだな。そうだね。今回はそんな戦闘機 F-35A の事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年3月3日、韓国空軍によると、1月4日に発生した訓練中の最新鋭ステルス戦闘機 F-35A ライトニング2が、中西南道の蘇山基地に胴体着陸した事故について調査の結果、バードストライクが原因であったと発表したよ。訓練飛行中であった F-35A はチョンジュ基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突したんだ。エアインテークから吸い込まれた和紙はウェポンベイ機体内部装積材質との間にある機体の遮断壁まで突き破り戦闘機内部まで取り込まれ、電子系統の異常により着陸装置ランディングギアが作動せず胴体着陸したことが分かったってわけ。ウェポンベイ機体内部装積材質内部に着陸装置ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線があり、和紙と衝突したことにより、それらが損傷しランディングギアが作動せず車輪が出なかったとしているな。また、韓国空軍によると調査の結果、バードストライクにより破損した箇所以外で戦闘機の欠陥や不備、パイロットの操縦による過失は見つかっていないと説明しており飛行再開にあたり、パイロットや整備士に対し注意喚起と教育に努めるとしているぜ。F-35A のメーカーであるアメリカのロッキード・マーティン社などと共同で正確な事故原因を調査し、機体内部装積材質に衝撃が加わった際の衝撃を最小限に抑えランディングギアの正常作動、補助作動システムが独立する構築案を協議する計画みたい。韓国空軍関係者によるバードストライクに関する衝撃の大きさだけど、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだったと説明しているよ。しかし、F-35 戦闘機自体が何かに衝突した場合、もちろん搭載燃料などの質量が関係するが、今回の場合は 10kg の鳥類が時速 900km で衝突したと説明するのが、望ましいのではないかとの指摘があるらしい。朝鮮日報によると F-35 の時速は 900km とのこと。この事故については同じ内容の記事が多く報じられているが、日本のインターネット上においては不自然な点が多く信憑性に欠けるとの声もあるらしい。F-35A 戦闘機は、エアインテーク空気の出入り口の後ろにウェポンベイ機体内部装積材質が、存在しその後ろに着陸装置ランディングギアがあり、本当に 10kg の和紙が時速 900km で衝突したのなら、大きな衝撃で機体が損傷することはあってもウェポンベイのさらに後ろの外側にあるランディングギアが作動不良になるものか考えにくいからね。時速 900km もの速度で衝突した和紙の重量が 10kg であったなどどのような状況でその判断ができたのかも不明だし、本当に和紙がいたのならおそらく鳥の姿は確認できないほどバラバラになっていたはずだよ。事故当日、訓練飛行中であった F-35A 戦闘機は清須基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側の、エアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突した、との発表から、この内容に誤りがなければ、ウェポンベイ機体内部装積材質には射撃訓練用のミサイルが積み込まれていたんじゃないかな。わしはこのミサイルを越えてさらに後ろのランディングギアまで到達したことになるな。仮に、取り込まれたわしが後方のランディングギアまで到達し、
ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、主翼下の格納庫も開かなかったと思われるぜ。その上、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、手前のウェポンベイの開閉も不可能で、ミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるわけだ。まさか、パイロットの命を尊重する軍隊においてミサイルを抱えたまま胴体着陸をするわけがないよね。ミサイルを抱えていたことはどこも報じていないことからするとミサイルは収納していなかったのかな。また、ミサイルを収納していたとしてウェポンベイ内のミサイルを廃棄できないのであれば、危険回避のために機体を海中に落とし、パイロットには緊急脱出を指示するはずだが、なぜ危険な胴体着陸したんだろうな。中央日報の記事によると事故当日、F-35A 戦闘機を操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた。計器板を点検すると操縦桿とエンジンだけが正常で他は全て作動しておらず、通信も途絶えた。と報じているよ。F-35A は搭載された全てのセンサーの情報がひとまとめに処理されており、戦闘機の電子系統が作動していなかったのならもちろん、ウェポンベイの開閉扉やランディングギアも作動しなかったんだろうね。今回の F-35A 戦闘機は、3つあるランディングギアの3つ全てが作動しなかったようで、このような状態での滑走路への胴体着陸は、とても危険だよ。胴体着陸は場合によっては転覆したり傾いたりして、激しく損傷したり火災が起こり、操縦士が死亡する危険もあるが、この事故での操縦士は負傷することなく歩いて出てきたらしい。操縦桿とエンジンだけが正常だった状況で不幸中の幸いだったとも言えるな。着陸時の火災に備えて空中で燃料を空にしなければならないけど、そのことについても報じられていないのでどのような状況であったかはわからないよね。ペ少将は後方装置が作動していない状況の中で、F-35A 戦闘機が内陸部に墜落するのを防ぐために溶岩で海岸線を見ながら飛行したとしているけど、なぜこの時点で緊急脱出しなかったんだろう。一部ではペ少将は機体を放棄して非常脱出するべきであったとの声もあるな。機体にバードストライクの跡があったようだが、事故発生から2ヶ月も経ってからのバードストライクとは疑わしいとしか思えないのだが、もし本当にあったのならばなぜ、すぐに発表しなかったのか、不自然だぜ。そもそも事故当初、操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた、とあったが何の音だったかについては報じられていないし、これこそがわしが衝突した瞬間の音だったのかな。事故原因についてはいろんな意見があるけど、事故機が定期的なメンテナンスを行っていたのか、また今後、どこで修理をするのか気になるところだね。今、最新鋭戦闘機 F-35 が世界各国で運用されるようになり、それに伴って多数の製造拠点が必要となっているな。現在設置されているのはアメリカのメーカーであるロッキード・マーティン社のフォートワース工場以外では日本とイタリアの2カ国のみだぜ。日本は名古屋にある三菱重工業の F-35 最終組み立て検査施設 FACO がありアジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U だね。F-35 ライトニングは一定の時間飛行したら機体を分解、整備するメンテナンスを受けなければならず、このメンテナンスを行うために設置されたのが国際整備拠点 MRO&U だよ。そのステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなど、触ることが許されており、メンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を行えるのがメーカーであるロッキード・マーティン社と国際整備拠点 MRO&U のみってわけだ。MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードはアメリカ本国の他にはイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。韓国は日本を敵国とでも感じているのか。アジアで運用されている F-35 戦闘機の整備拠点が日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なのにもかかわらず日本においての整備を拒んでいるよ。したがって韓国空軍が運用しているの F-35 戦闘機のメンテナンスを高い経費をかけてはるばる遠いオーストラリアで行っているらしいけど、どれくらいのサイクルでメンテナンスを行っているのかは不明だね。今回の、
F-35A 事故機についてはマーカーであるロッキード・マーティン社と事故原因を調査し、修理するかどうかを決めるのだろうけど、言うまでもなくオーストラリアでの修理になるだろうね。韓国空軍によるとパイロットに怪我はなく、機体にも大きな損傷はないとしているな。しかし、胴体着陸をしているのだから胴体下部は大きく損傷していると思われ、大規模の修理費用が発生するだろうから経費の面から、1機およそ97億円の戦闘機が部品取り用になるかもしれないとの声も聞かれるぜ。F-35 戦闘機は一定の飛行時間をオーバーするとメンテナンスやエンジンのオーバーホールが必要な機種であり、メンテナンス費用の節約による整備不良での事故は絶対に避けなければならないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催されたソウル ADEX2023 において、韓国がインドネシアと共同開発中のジェット戦闘機 KF-21 ポラメが初めて一般公開されたよ。KF-21 は韓国空軍が現在も運用している FA-50 に次ぐ国産戦闘機として、2001年3月に韓国空軍士官学校の卒業式において当時の金大中大統領により開発計画が発表され、韓国航空宇宙産業 KAI が開発を進めることとなり、総事業費として開発費8兆5000億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6000億ウォンと合わせて総額18兆1000億ウォン約1兆8000億円の予算が計上されたぜ。今回はそんな韓国国産の戦闘機である KF-21 について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。KF-21 の開発計画にはインドネシアも参画することが決定され、開発費の分担は韓国政府が 60%、KAI が 20%、インドネシアが 20% となり、インドネシアは約13億ドルを支払って、最大48機の KF-21 を取得するほか製造技術移転を受ける予定だったんだけど、インドネシアは国内の防衛予算が制約を受けていることを理由に、分担金の約 13% に当たる1億9000万ドルしか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドルとされていたんだ。これに対してインドネシアは、インドネシアンエアロスペースがスペインと共同生産した CN-235 輸送機世界的には PTDI として知られているを韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物納入によって補填することを申し出るなどして解決したと見られているよ。KF-21 はイギリスのジェーン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたが、その一方で、開発元の KAI は公式サイト上で KF-21 をアメリカのロッキード・マーティン社製の F-16 ファイティング・ファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているね。その理由として推測されているのは、KF-21 へのミサイルなどの搭載にあたっては主翼や胴体下に剥き出しで搭載され、他の第5世代戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが設置されていないことにあるぜ。KAI からは KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図が公表されており、このことがステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたらしい。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 ラプターや F-35 ライトニング2の外観によく似ているものの、このウェポンベイ非搭載であることによって KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのであろうと見られているよ。KF-21 の初舷は全長 16.9 メートル全幅 11.2 メートル全高 4.7 メートル最大積載量 7700kg 最大離陸重量 25600kg とされ、ゼネラルエレクトリック GE のアフターバーナー付きターボファンエンジン F414 を2発搭載して、最高速度はマッハ 1.81 時速 2200km を発揮するというんだ。KAI では KF-21 について、
国産の高性能かつ低コストとされるアクティブフェイズドアレイレーダーを含めた、高性能のアビオニクスが搭載されるほか、電子戦装置 IRST データリンクなどが搭載され、運用要求においては高速迎撃能力、超音速巡航能力に加えてある程度のステルス性能を持つマルチロール機であると規定しているな。これは KF-21 の開発計画が発表された当初、韓国が初めて国産開発製造をする第5世代ステルス戦闘機であると喧伝されたにもかかわらず、上記の理由で中途半端なステルス戦闘機との評判が高まったことを払拭するためと見られていて、韓国側としては輸出を念頭に置いている KF-21 の評価を低レベルの第5世代戦闘機とするよりは高性能な第 4.5 世代戦闘機として、イメージアップを図りたいとの思惑があるものと見られ、このような対処の上手さが、韓国が世界の兵器市場においてシェアを伸ばしている理由であろうとの見方もあるらしい。KAI では KF-21 の今後の開発計画について、まず対空戦闘能力のみを追求したブロック1を2026年までに韓国空軍に配備するとしていて、その間にセンサー能力などを向上させ対地対艦攻撃能力を有するブロック2の開発を進めて、さらにウェポンベイを搭載するなどの改修を施したブロック3の開発を進めていくものとみられ、ウェポンベイを搭載したブロック3の登場をもって KF-21 を第5世代ステルスマルチロール機として世界にアピールするのではないかと見られているぜ。ただ、KAI では現時点ではブロック3の登場がいつになるかについて具体的な計画は立っていないとしており、現時点においてはアメリカの NGAD ネクストジェネレーションエアドミナンス計画や、日本、イギリス、イタリア3カ国が共同開発を行っている次期戦闘機にフランス、ドイツ、スペイン3カ国が共同開発を進めている FCAS フューチャーコンバットエアシステムなど、世界の戦闘機開発の趨勢は第6世代とされる次世代戦闘機の開発に移っていることから、KF-21 のブロック3もまた遅れてきた第5世代戦闘機と揶揄される可能性は否定できないんだよね。また、ブロック1が収益したとして韓国空軍では2028年までに40機を調達する計画であるものの、パートナーであるインドネシアが負担金を完済したとする情報はなく、残金の支払いは交渉中であるとされていることから同国に納入できないことが考えられ、その場合 KF-21 の製造コストが大きく跳ね上がってロッキード・マーティン製の F-35 も上回る可能性が、インドネシアのメディアなどから示唆されているんだ。韓国ではこのような状況下にある KF-21 を世界市場に売り込むために、マルチロール機を標榜している同機に様々な機能を付加させようと試みているみたい。KF-21 は制空戦闘用の一人乗りの探査型だけでなく操縦訓練の目的で複座型の開発も進められているが、その機体を対地対艦攻撃用兵器を統制する乗員を乗せる複座型攻撃機とするほか、無人戦闘機編隊の編隊を統制指揮する司令機としての運用も検討しているとされているな。これは共同戦闘システムコラボレーティブコンバットシステムという名称で、無人機 UAV を用いておとりとして敵の目を欺いたり、電子戦や ISR 情報監視偵察に活用したりするほか、攻撃なども実施させ、その統制と指揮を KF-21 複座型の航跡の乗員に実施させるというものだぜ。これらのことから、韓国側による KF-21 の輸出戦略は同機の装備についてコンポーネント化することで、同機に興味を持つ国の要求に応えられるようにするものであると見られ、韓国のこの兵器輸出における柔軟性はこれまでにも同国の兵器輸出の際に見られたものってわけだ。実際に KF-21 に対しては UAE アラブ首長国連邦や、韓国からこれまでに多連装ロケット砲システム K2 戦車 K9 自走榴弾砲 FA50 戦闘機などを輸入してきたポーランドが興味を示しているとの情報もあり、韓国側の兵器輸出に対する設計変更や現地生産などへの柔軟性が評価されているものと見られているね。現代のジェット戦闘機は世代が変わるごとにその能力が格段に向上し、機体、アビオニクス、兵装など様々な分野において高度な技術が求められ開発製造コストが膨らんでいることから、アメリカやロシア、
中国などの技術力と経済力を持つ国家でなければ単独開発が難しくなったと言われているよ。日本においても2035年に退役を迎える F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機開発においては当初単独で実施されることになっていたものの、戦闘機開発の最新技術の蓄積がないことと開発製造コストの増大が予想されることから、参加国共同開発にせざるを得なかったと見られているな。また、アメリカにしても第6世代戦闘機の開発には費用対効果の点において躊躇しているとの見方があるほか、中国も第6世代戦闘機は無人機を開発するのではないかとの噂があり、韓国の KF-21 のマーケティング戦略が注目を集めているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。